おはようございます。朝9時です。大変ですよ。ハゼ太郎さんとあとフォロワーさんいないっす。出ました。マジっすか。びっくりしました。いないんで。だからすぐ戻れますよ。はい、ちょっと飯食い行きましょうよ。僕が寝てる間、ハゼ太郎さんはね、こんだけまた捕まえたみたいです。抜け駆けっすね、これね。樹海のポイント到着しました。でね、到着してすぐに他の採集者の方がね、いろいろ教えてくれたんですけど、ヒメオオクワガタあんまりね、昔ほどいないらしいっすわ。うん、まあ、あれあれ誰、え、なんかいたっすか。アカシのペア。アカシ。うわすげえ。しかもなんか虫ついてる。バカ足でかくないですかこれ。メス、メス大きいですね。その上数、いや、開始するや否やバカ足のペアをフォロワーさんが、さすが。ここのくびれてるとこの根元すごい樹液出てる。ああ本当だ。あー、樹液出てるわ。アカシクワガタのペアですよ。オスかなりちっちゃいですけど、メスね30ミリ近くありますよ。いや、幸先いいですわ。ヒメオクワガタ探し頑張ります。今週はいらないんで。あ、これは俺が取ったってことにしてね。そうですね。チャリンチャリンと。いや、前回と違って全然セミが鳴いてないっすわ。蝶々群上がってますよ。あ、いたっぽい。結構デカめの。これこれ、ちげえ。もうめちゃクワガタっぽかったっすよね。いや、今日ね採集してる人が他にも結構いて、で今さっきね話しかけたんですけど、ヒメオクワガタ1匹だけ取れたっていう人いましたね。いや、暑い。今回はね、この先、この間ここで引き返してしまったんですけど、この先まで行きます。いや、結構危なそうな道ですよ。でも日陰だからね、涼しくて気分いいっすわ。プンプン映えが
あ、ここはなんか過去にいたであろう感じはしますよね。いやー来ますか。はい、ありがとうございます。この先スズメバチの巣があるみたいです。行かない方がいいっすよね。すごい毛相を変えて走ってきたからクマかと思いましたよ。っぽいですね。あ、ちょっとまずい気する。俺はこの先は行かない。もうね、進めるところまで進んだんですけど、ダメですね。来た道をね、またじっくり調べながら戻ります。見たいっすよね、なんとかして。捕まえた人ね、いたから譲ってくんないかな。テロッピー、え、バッタじゃんこれ。明るいからモニター見えないんだよな。おお、哺乳類、ウサギさんかな。これゾウムシみたいなカミキリムシ。これさ、砂利道、帰り道の砂利道にね、クワガタのメスの頭部があったんですけど、これ何でしょう、ヒメオクワガタかな。みんないっぺんに足が止まったんですよ。あのね、樹液の匂いがめちゃくちゃする。で、見たらね、蝶々とかいるんですよね。甲虫が触りたい。どこっすか。ああ、あれか、カナブン。おお。カナブンいました。残念ながらクワガタはいないですね。で、樹海のポイント入り口付近まで戻ってきました。これあのフォロワーさんが見つけてくれたアカシクワガタペア、あとハゼ太郎さんも1匹メスを見つけたみたいです。いやー、このねアカシクワガタはリリースしてで帰ります。これね、アカシのメス、あのオスはねハゼ太郎さんが欲しいっつんであげました。メスはリリースですね。で、さっきあの赤足が捨てた樹液のところなんかいる。あー、がっかりインセクト。なんだよもう。樹海のポイント見直せて、赤足クワガタが3匹、僕ね1匹も見つけることができなかったんですけど、でね、目標のヒメオクワガタが見つけることができず残念な結果になってしまいましたけど、また近いうちにね探しに来ようと思ってます。で、そろそろね日が沈む時間なので帰ります。